こちらの画像も見て、これこの負け方すごくないって <laughs> ガチでしょ？げてる？お母さんめちゃめちゃしょげてるよ。さあ、皆さんおはようございます。こんにちは。久しぶりの第五人格実況ですね。なんで撮ってるか？ そう、別に僕ね、取るあれじゃないんだよ <laughs> ぶっちゃけてさ、あの、そんなに第五人格上手くないからあの、取らなくてもいいんだけどねっていうめっちゃ久しぶりだなとか言いながらもあれ、もう早速隠れてるやついるけどさお何やってんだよどうした、なんか嫌なことあとお腹めっちゃ痛そう <laughs> お腹めちゃめちゃ痛そうだけど大丈夫ちゃんとご飯、ね、食べ健康だい、うん、やばい、そんなこと言ってたらさそんなこと言って早速なんで当たったので、ね、こいつがいけないこのカーボイがカーボイが ねていけど。 いや待待え、っってて、嘘嘘嘘ほんとにさそういうの良くないと思うんだ僕はさ全部良くないと思うんだちょっとまって、ね、あのふく野郎じゃなければ絶対たいけてた <laughs> おいおいやめてくれよ最初からこれはきつい大先輩かましてるんだけどは画にできないやつかなこれやっちゃ一番やっちゃいけないやつをやってしまった気がするよねみんなこれどうどうしたほうがいい動画になっていいかなやんないほうがいいなあの僕がめちゃめちゃ弱いやつみたいになっちゃうんだけどこ これ今日、今日の話題全然関係ないよこれねあのぼくはあのお母さんについてのサムネに書いてあるとおりめっちゃ回ってるやんどうしたなんかそんなそんなにさあの粘着しなくてもよくないさっきのカーボイ腹痛カーボイ助けてくれた腹痛やあっって待ってえ何やってんの何やってんのもうさ使い方が分からなくなっちゃってんだよね僕ねそうだから遠く離れよ遠く離れればカーボイと一緒に行けば僕はまだ間に合うと思うんだけどねお母さんとのママとの話しさせてよ ママとの話させてくれないとさわからないよあえー、よくわからないところに行ったああえー、やだやだまだ死にたく。 ここら辺で隠れといてモカーボーイがあ助けてくれるおなんだそれお前アクロバティック大道芸人げかよああ死んだごめんよカーボーイごめんよやばいその前に僕がやられちゃう僕くかちょっと待ってよこれさ最初からきついって何も知らない状態で始めるだい人格が一番きついいやー僕のお母さんと全く一緒だっていうね僕お母さんの話していいすか そいなんよ最近さ僕ねなんでだいご格や今やってるかっていうとお母さんとの LINE がすごいよ定期的にねなんか母上がねだいご格やり始めたらしくてそうあんまって死んじゃうねこれ待ってそんなこと言ってたら僕死んじゃう気がするよ話題がもう3回ぐらいに今日動画回がさなきゃいけなくなっちゃうやあーやめてよ早く助けて早く助けてもう、まあ、僕が全部ぶいけないんだけどね。<laughs> ちょ今のし こんなん買ったやろもうひどすぎや ということでね今日も始まってまいりました。第い人格のこのいや、久しぶりだな。はじもうね、何ヶ月ぶりかな、ね。ちょっと最初の戦いやからさ、緊張してるところもあるからね、ままならないプレーかもしれないですけど、皆さんね、よろしくお願いいたします。ということでね、さあやってまいりました。いやーで、ね、で、今回のね、お話なんだけれども、これね、僕らあ、もういいもうそのくだりもいいか。もう、もうええか、じゃあそう、どこか、もう暗号機がどこにあるのか。 分からないねもう僕はネタ枠やからねネタ枠第五人格でやってるからあっなにこれえどっかまた、あ、よくわからないやつ来てるのなんだよそれキャラクターよくわからんよなにこれあたアップデートしすぎあっちあっちつなげた方がいいのかなこれどういう仕組みで糸切れちゃうよおい優雅に乗ってんじゃねえぞお前でんしゃになあ、まあ、や今まセール中だから安いかもしれないけれどもダメだ乗っちゃう,う3人で回すパターンのやつそれ絶対いけないっていう風にねあの僕の お母さんが言ってたからね、そうお母さんがね第五人格やってるっていう話をねしたいんだけれども、そう、今日ね、見てくださいよ、この、え、なんで死んでるやられてない大丈夫か囚人ちゃん、わかんないけれども、そう、あのね、LINE のね、こちらの画像、もう見て、これ、この負け方、すごくないって、<laughs> ガチでしょげてるお母さん、めちゃめちゃしょげてるよ。おね、ど,うどうしたら勝てるみたいな毎回 LINE 来るよ、ね、いや、知らねえよ。<laughs> 知らねえからと思いながらも、まあ、 どんまいですとと一応送っといたんやけどね、うん、そう,うちのお母さん最近第五人格にはまっててあのその前も「もあまあ助けてあげた方がいいのかなこれ」「あの鬼滅の刃」がめちゃすげえもう JK <laughs> もうピチピチの JK だよねお母さんそうなんですよでなんか「鬼滅の刃」のゲームも映画もやり始めたからあ,あのちょっとね見,見に行ったんよみたいな感じでいるよ待って僕が真っら僕が真っらいいよはい はい来て来て来て,来てダメかあーでもいい感じいい感じに巻いてる感じがするからじゃあこっちでいいのかな ?OK じゃま解読してきましょうかえなんかめちゃめちゃさあれじゃない ああ発電機暗号つけるのおそないこの子わからないんだけどこれもうアップデートのせいでわけわかんないことなってるから初心者きついよ僕も電車乗ろっかな <laughs> スイカみたいなかあ,あ僕がここで活躍すれば活躍すればさいい感じになるんじゃないねファインプレーでこれお母さんに見つけつけられるんじゃないかなってこれ大丈夫なんだっけここに当たっちゃダメでこれほいこうやってはいきゅうなもんかもわからなくなってるからはい素晴らしい今のファインプレ プレイでここを超えてファイアタックしていくいや素晴らしいよえ。着てんじゃない？着てん、ね、めっちゃいいかな。めっちゃ良くない。お,お母さんにすごい褒められそう。別にお母さんに褒められても意味ないんだけどね。お母さんには褒められてもああちっちゃったよ。おお、今のはファインプレーすぎる。 で、ここでは、発電機を回していかなきゃいけないということなんですやっぱ板の使い方がね、あれですね、慣れてて慣れてるな。やっぱ現役ですわ。<laughs> 2、3ヶ月ぶりにやったけど、まだまだ実力はね、もともとのステータス上がっているから、まあね、こんなのはね、余裕なんですけれどもね、とか言いながら、まださ、5個も、5個はあんこきある。どうやったらこれ、こ力、F って何これ、F って。なんの48%な、48、AKB かな。AKB かな、わけわかんないこと言わないでくれるちょっと待って。 まあ大丈夫大丈夫か信用はそこまで待てでもやられてるよ大丈夫かなまあめっちゃ聞こえてるんだけど追われてるめっちゃ追われてるバイトリーダー並みに追われてるね人生ねすごいねあの逆に楽しそう <laughs> 逆に楽しそうやねあでもさいい感じにもうつくんじゃないはいはいこれつければなんか一気にあったつくみ的なねそういうシステムじゃないかなと僕は信じながら回していくんですけれどもそうなんようちのお母さんがね最近ねだからあの教えてくれみたいな 言ってるんやけど僕もさ全然さ大悟人格やってないからさよくわかんないからっていう話をね今日したんだよねって言って僕は暗号機を一個つけていくこれによって他のね何やってんのえなんで止まって最近オークライナかいじってるやつああリモコンで操作してるのかそれに関しては優秀それねさあそうやなあの大丈夫さっきのやつには腹痛言ってたもんねああそれはダメだ言っちゃいけないやつだった <laughs> それは言っちゃう言っちゃうとダメないやつやってねああししこここではいえ回していくあ、まあ、これは 割ではい残り暗号機は3つになりそうな感じはするねでも囚われてるんだよな大丈夫救助できるかな頑張ってほしいね僕はつけるだけのやつで役割当番しながらはいもう1個つけていく3個目いやーでも地下なんだあーこれ先に行くよってもうあ,、ね、ありがとうカミングアウト <laughs> カミングアウトありがとうねまめされてしまったかでも残り2つ残り2つ僕だけで、ね、もうこれなんかもう1人死んじゃうと引き分けとかになっちゃうんやっけそれは阻止してる たいな頑張ってでもまだゼロパーなんだよねここからどうやってはい上がっていくか。 よいしょさあねやっていくわけなんですけれどもうちのお母さんはちなみに使ってるのはね心眼らしい心眼ってどんなキャラあのー、それ技のアビリティとかじゃなくてなんか僕は今超講師のさ「君を求めてないけどっていう香水膜ねそうあのお姉さんなんやけどあねあのあれだらね君を求めてない人じゃないよねしんでも今上にはいないなどういう感じなんやそれ使ってみるか次のやつであー、まあ,こあーでもやばいよなんで近いばっかり通される よ大丈夫かこれつけた後に行けるかな間に合うそうしないと、ま、間に合わないかないややられてる半分ちょっと削られてるんだよねいやダ無理かこれ助けた方がいい一回助けていや引き分け勝ちたいんだよね

することによって、また助けに行かなきゃいけないのか。あいつ何やってんだよ。本当によ。僕の手を使わないとダメなんだね。ダメな、お、ダメなやつですよ。ダメ、ダメよ。はい、てて、あー、やばい、やばい。ここで強引やりながら。いやー、でも、あいつな。ここではい、皆さん、こ。 お母さん見とけ母上みとけよ今から助けてあるからな助けてあるからな助けてあるぞ助けてあるぞこういうことよでこう,いうえっしのしぬえっうそでしょえなんで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 な,ったっっなんでなんでなやってんでな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  あれ僕のあれにおじけづいて死んじゃう可能性ある動かないで手伝うよって言うて手伝い早くだったら早く手伝ってくれよ頼むよなんかよく分からないけど大変なことになってるってどういうことどういう状況であれだってんのえー、もう白目むいちゃったあの子あの子のなん何だっけカリスマくんカリスマくん YouTuber っぽいいいけぼいけぼカテゴリーにいるやつどうしちゃったらこれ僕逃げていいのかな神回起こってるこれ謎になんかよく分からない展開になっているやったー <laughs> やったなんか逃げれたんだけど <laughs> わけわかんないけど情けかけられた僕もう帰りたいなんでできたのかもうわからない。でコース負けてなかったかな

いいところ見せられてないけれどもまあいっか <laughs> いいかお母さん見せるこれが第五人格ってやつなんですよでもお母さんは今ランクをやってるんやってランクでボコボコにされてるらしいのそうだからもねあんまり画像よくわかんない写真がねでもただただあの6回ぐらい負けてたっていうことはわかった <laughs> あれ見た感じまあ下手くそなのかなみたいなでもう1枚写真があるんですよその写真忘れてたこれ見るあなんか痛 の使い方もうどうやったら板を倒すのかがわからないみたいな LINE 来たよね。もうね、第5人格やめた方がいいと思う、それに関しては。<laughs> それに関しては、もうそこまで来たら、ね、あのもうルール的なやつやからね、上手くなりたいとかじゃないんだよ。あ最初にさ、そういうところからやってこうっていう風にね、僕は思うんだけれども、僕間違えてないよね。絶対僕間違えてない気がするんだけども。うん、あまあ、そういうことでね。もういなくなっちゃったハンター。ハンター僕におじけづいて何 もうしなくなくっってきちゃったねあとあいつ他のやつらどこにいるのかももうわかんないしもう出口迎かいたいなと思いますっていうねお話でございました今日はあの本当は2階に3しん使おうかなと思ったんだけれどもこれはあのもういいです動画になってんで <laughs> いい感じの動画やいやもうここがいいだろうに他にしんがじゃ今度使ってみるおい脱出しちゃった一応心眼ってやつ使ってみるどれなくない僕も全然使い方ってかよく分かってないからさ 心眼のキャラクターがわからないだよ。だ,だ誰だよ。調べよう。今、今、間に合うま。まだ間に合う。やばあと3秒で始まっちゃうあー,やばいあー、やばいあーなんだよ、これ、よくわからない。ラグビー部、これ、オフェンスがでもラグビー部やから、僕はな、何使うのな,なんなら、僕が教えてほしいところまであるよね。<laughs> あ、でも、ちゃんと調べたら、心眼っていうキャラクターいるわ。 ねこれの、まあ、音でけいや絶対お母さん無理だろやめといた方がいいやか,かやりやすい初心者でもいけるさ香水膜ねやつとか僕は単行者だっけなんか磁石使うやつあれ使ってるからさそれやればいいのにまた難しいキャラクターねお母さんの選択してなんか、ね、あの職場の人とかと一緒にやってるやつ毎回あのお母さんが先輩で怒られてるらしい。<laughs> もうやめた方がいいと思うやっぱりだと思うよね僕もそう思うよ迷惑をかけるのはね良くないと思うからああやだやらしいかわいい石ちゃんがあ石ちゃんとかがさ初心者にはいいんじゃないだってもう注射巻いてるもんよくわからないとこ回復してんのかな,なんか見上げてるねあなんか終わった手続きが終わったよね、うん、お疲れ様でございました <laughs> 税金かな税金が来たのかなレポート提出しないとね、うん、国税にね取られちゃう僕は、ね、今ハンザー,ナー 好き,にね、あの好きでね見てるんですけれどもねそう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 何も見てるって言ってもシーズン1しか見てないからシーズン2の話全く分からないのにかかわらず倍返しだしか言ってないんだよねそういうことなんですけれどもまあやっていきましょうまだでもああもういい感じにも来てるなうん。 ああ鼻水が止まんねえよ <laughs> 最近さあの花粉症の季節になってない ?10 月あたりとかやっぱりねそういうところあるからみんなもね気をつけなそう気をつけなそうってなんや気をつけましょうねみんなであと今度はじゃあ次からわかんないけどももしできるときはあのー、あれするわ心眼ってやつやるわ、ね、僕もちょっと勉強しとくからもし別に勉強しなくてもいいんやけどな大五神学 <laughs> 僕バラ IT 志望やからさ、もうなんかあるじゃん。テクニック系、第五実況者人格、人格プレイヤーみたいな。何んで2回言ったんや、お前人格、人格ってねあー。そんなに人格好きなんやな。あ、そう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 、そういうか、あれこ,こっちじゃなくて違うところで、これな2番って何これ何するキャラクターなのえ何もできなえじゃん。お、なんだこれこのキャラクター意味なくね ?2 番でなんかできるの ?2 番。は <laughs> 何やってんだよこのキャラクターうわーなんだ今のうわなんかすごいことになった何がどうだかわからないけどこれ壁を乗り越えるみたいなまずキャラクターの設定だけでわからないからねそれだけうおーすげえなんか壁にボタンやるといけるようになるけどあと2回しか使えないねこれどうしよう炭鉱者がすごいことになってこれ助けられるかな あーゲップもすごいしね何もやってないですそれに関しては何もボタンを押してないけどってあーやばいなこれ大丈夫かめっちゃ見張ってるけどこれ1回当たってはい解読中止、助けに行くってやって,ってこういうことねこれまだまだまだ大丈夫大だ夫。はいこういう感じこういう感じいいよいいよで当たったときにね当たったときによいしょ。

えー、大丈夫この炭鉱者いけるかな吊るされちゃうあでもタックルオフェンスのタックル係がいるからねワンチャンいける可能性ではあるけれども僕はあと発電機をつければまた話は別なのかな大丈夫いや、でも今のは結構いい感じにファインプレーが効いたんじゃないまだ吊るされてないあーこの子は多分ダメな感じするね吊るされちゃうか他の子ない石大丈夫石とオフェンス頑張ってあえもう逃げるとえすごい逃げ 負けたよ単行者やった素晴らしいやっぱチームなんですよこれね一人一人の実力も重要なんだけどもね思いやりこう道徳みんな習ったことあるちゃんと学校の教科書でのね道徳の授業やるからこそこうやって第五人格が結びつけるそう思いやりが重要なんですよねこのゲームだから勝てるというところもあるけれどもオッ、OK! あとそしてもう一個ついてそうすれば完璧パーフェクトじゃないパーフェクトも勝っちゃうんじゃないのかな愛儀は、はい一個つ つけちゃってあよいしょ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 あどっこいっしょこういうことないよねこういうことであとはもう一個つければ終わりなんだがまだ、あ、全然ついてない感じかなだけどこにもいないやんけどうすんねんこれ大丈夫いけるいける僕やれる僕ならいける僕ならいける大丈夫やられてる炭鉱者でもだが一人吊るされたとしてもあとのね3人が生き残ってればこっちの勝利は確定するっていう風にねあの言われてるからもう一 ける,か吊るされないように気をつけながら多分オフェンスが守ってるんだろうね今の間につけてあげたいなお母さん見てるかあ来たママ見てるママこれが第五人格だからね <laughs> これが第五人格そう今日は思いやりが大事っていう性格の良さが現れてますわそう性格がいいやつほどこういうのはね,あのあのね、あのー、クリアできるっていうわけなんですよねはいしちゃん来て来て来てやだ可愛いいマドンナ <laughs> なんか靴黄色くね遊んだことい限りのなんか拍手し始めたすげえ拍手うさぎと一緒においもう。 あ、ハ <laughs> のんきだなお茶会みたいな感じでえ待っているいないよね大丈夫だよねオッケー開いたわということでありがとうございました今度心眼も使ってみようああまあやるかどうかわかんねえけどな <laughs> じゃあねバイビーお疲れ様今日は納豆ご飯を食べたので、ね、とても気分がいいですよし仕事に出かけよう <laughs> 最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてねツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ